今回のマイタウン市川は大須4丁目にある子ども発達センターの取り組みと、センター内にある通園施設青空キッズ、お日様キッズをリポートします。まずは1週間の出来事を振り返るウィークリーヘッドラインから。13日、獅子自然講座ママさん河野台の斜面林を歩くが行われました。現在市では30数年ぶりに新しい獅子の編纂に取り組んでいます。獅子編纂事業が進む中で、多くの市民に事業への理解と協力をお願いするとともに、調査研究の成果を市民に還元していこうと、事業の取り組みを始めた平成20年度から毎年講座や講演会を開催しています。今年度は獅子自然講座と題し、全3回の自然分野の講座を企画しました。第2回目となる今回は、ママさん河野台の斜面林を歩くをテーマに行われました。当日は4人の獅子編纂委員を講師に、受講者と一緒に市川公民館から大門通り、ママさん愚法寺、里見公園までの自然の特徴や過去の資料との対比などを観察して歩きました。最後の目的地里見公園に到着すると、質問時間が設けられ、斜面林の植生や管理の仕方など、さまざまな質問が講師に投げかけられていました。大変貴重な経験を、特に自分で見るだけじゃなくて先生のいろいろ説明を、聞けたのが大変良かったと思います。非常にですね、緑が人間にとっても大事だし、これからも何とか残る方法をみんなで考えなくちゃいけないなというふうに思いました。次回の獅子自然講座は2月10日に開催します。申し込み方法など詳しくは市ホームページや広報市川などで告知します。15日、森高1丁目メディアパーク市川2階のグリーンスタジオで防災講演会が行われました。平成7年1月17日に発生した阪神淡路大震災をきっかけに、災害時のボランティア活動と日頃の自発的な防災活動がいかに大切であるかが知られるようになりました。そこで国では1月15日から21日までを防災とボランティア週間とし、講演会や講習会などの行事を行っています。市川市でもこの週間に合わせ、市川市自治会連合協議会と共催で防災講演会を毎年開催しています。今年の防災講演会では、まず落語家の三遊亭喬楽さんによる防災落語が一席設けられました。人情話や音曲話などを得意とする喬楽さんは、福祉落語や環境ミュージカル落語、そしてこうした防災落語などを通して社会活動も行っています。喬楽さんの今年の演目はゴキブリの子守唄。大震災で人間が助け合う姿をゴキブリの視点で映し出すという、笑いの中にもほろりとさせられるお話です。第2部では、東京災害ボランティアネットワークの上原康夫さんによる講演、災害時の地域での支え合いが行われました。上原さんは、真のライフラインは人と人とのネットワークであるとし、住んでいるところの身近な課題に誠実に対応すること、そして課題に対し地域の人たちと一緒に取り組むことが、命と暮らしを守る防災の備えにつながると話しました。地域の中では普通に人々が日々しっかりと人々を思いやりながら暮らしをしていく、この中でこそ災害に対する備えというものが日々積まれていくのではないかというふうにも思っています。諦めないでください。以上、ウィークリーヘッドラインでした。ここは大須4丁目にある子ども発達センターです。言葉や運動、行動、情緒などの発達に心配のある子どもに対し、遊びや活動を通じて子どもと家庭の支援を行っています。
子ども発達センターは、子ども発達相談室の相談部門と通園部門の2つに分かれています。子ども発達センター子ども発達相談室の栗橋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは名前の通り子どもの発達の支援と相談を行う施設なんですが、実際にはどのような取り組みを行っているんですか？3つございまして、はい、お子さんと保護者への支援、あと地域の施設への支援、あと啓発活動を行っています。大きく分けて2つの支援方法があります。一つはお子さんとマンツーマンで指導する個別指導で、専門職員がプログラムを計画し、指導を行います。でお子さんの状況によってはご自宅にお伺いして指導することもできます。あと個別指導では保護者の方にも一緒に参加してもらい、お子さんとの関わり方のコツを学ぶことができます。二つ目は10人程度の小集団で指導するグループ指導があります。楽しい遊びやいろいろな活動を通してお子さんの成長や発達について保護者と職員で一緒に考えていく場です。今年度から特に力を入れて取り組んでいます。一つは職員向けの実習を含んだ研修となります。私たちが保護者の方たちにお伝えしている関わり方のコツは、どんなお子さんにでも役立つ支援がたくさんありますので、主に保育士さんなどお子さんと関わる職員を対象に行っています。2つ目は訪問相談を行っています。で保護者から相談があれば地域の保育園などの施設に出向いてスタッフと一緒に支援を考えていきます。子ども発達センターの啓発活動の一つとして2月4日金曜日には鬼高1丁目メディアパーク市川2階のグリーンスタジオで発達障害児シンポジウムを行います。テーマはどの子も地域で元気に育てよう、子どもの発達障害の理解とその支援について。第1部は川崎医療福祉大学の佐々木正美さんの基調講演、第2部ではパネルディスカッション、地域支援についての提言が行われます。時間は午後2時50分から。入場料は無料です。参加を希望される方は子ども発達相談室まで電話で申し込んでください。子ども発達センターにある通園施設の一つ、青空キッズです。青空キッズは主に行動や情緒、知的発達に課題のある2歳児から就学前の子どもが対象です。青空キッズではお子さんの支援の上からも、訓練や相談の内容の把握や担当者との、連絡も密になり、お子さんの特性に合わせた支援の充実が図られています。療育目標については全体の目標として4つ、そしてお子さん一人一人違いますので、具体的に個別支援計画を保護者とともに作成して取り組んでいます。1日のカリキュラムや年間を通してのカリキュラムはお子さんの個別支援計画に基づいて行っています。こちらはどういった場所になるんですか？ここは青空キッズの、リス組さんというお部屋になります。リス組さんは4歳児さん、5歳児さんのお子さんたちが8人の、1部屋のお子さんたちのクラスです。で、先生方は3人の先生方が対応しています。今はこちらは何をやっているんでしょう？ですね、今は子どもたちの好きな視聴覚、集まりという形で集まりをしています。視聴覚というのは具体的には、はい、例えば、お歌だったりとか、はい、手遊びだったりとかということで楽しいことをしています。青空キッズに通園するきっかけを教えていただけますか？子どもが3歳になった頃にほとんどちょっと言葉がなかったんですけれども、上の子も言葉が遅かったので親的には全然心配してなかったんですが、3歳になった頃に
ちょっと予防接種をしたときに、ちょっと専門のところで見てもらった方がいいんじゃないかということでアドバイスをいただいて、で市川市内にある小児神経科のお医者さんに行って、で、まあ、それがきっかけで、まあ、ちょっと発達に遅れがあるということで、で、まあ、誰に相談していいのか、まあ、実際わからなかったので自分でいろいろ調べまして、まあ、市川市内に子ども発達相談室っていうのがあるっていうところで本当にわらをもつかも思いで、まあ、そこに電話したのがきっかけで、で、まあ、あとはそのまま保育グループに通い始めてから青空キッズに途中入園っていう形で入園することができたっていうことなんです、はい、青空キッズで先生たちがいろいろなことを教えてくれたり、あと、まあ、季節ごとのたこ揚げだとか、あとなんかそういうイベントみたいなのを多分やってくれてるんだと思うんですけれども、はい、なんか家にいてもその興味の幅が広がったって言いますか、例えば私が洗濯物を畳んでる時にも多分キッズでやったと思うんですけど、ハンカチを隣で畳んでくれたりとか、そうなんていうんですかね、すごく興味がそれまで通う前よりは本当に広がったなっていうのはとても実感としてあります。はい、お母様の心情の変化というのは何かありました？それもありますね。やっぱり最初は普通のね幼稚園に行かせたいっていう気持ちは強かったんですが、子供がやっぱり一番楽しくのびのびと毎日過ごしてくれるのが一番だと思ってましたので、本当に帰って今単独で通園してるんですけど、帰ってくる時も本当に楽しそうに帰ってきますんで、またなんかね親としてちょっと家庭で困ったこととかあれば先生も本当気さくな先生たちばっかりで相談をすることもできますので、そういう面では母親の私も心強いと言いますか、ちょっと気持ちが楽になった部分が非常に大きいですね。はい、子ども発達センターのもう一つの通園施設、お日様キッズです。お日様キッズは主に運動発達に課題のあるお子さんとその家族を支援する施設です。家族通園を主体に行っていますので、お子さん一人一人の体の状態に合わせ支援内容や対応を家庭での日常生活にも活かせられるように保護者の方と一緒に取り組んでいます。療育目標についてはお子さん一人一人によって違いますので、具体的に個別支援計画を保護者と共に作成して取り組んでいます。1日のカリキュラムや年間を通してのカリキュラムはお子さんの個別支援計画に基づいて行っています。私の子供は生まれた時からそうですね、5歳までしか生きられないという病気で生まれてきてくれたんですね。それで本当に大変な日々だったんですけれども、そういう子たちが通える幼稚園みたいなものがあるっていうのを、ちょっとこう訪問看護を受けている中で聞きまして、それでこちらの方を紹介させていただきました。生まれてきてくれればいい、健康であればいいっていう気持ちがこう基本だと私は思っていたんですけれども、それがそうではなかった時にすごくこう悲しいし辛い、もうやりきれなかった、そういう気持ちだけで過ごしていたら、毎日を過ごしていたら本当にとても気持ちが持たなかったんですけれども、自分とはまた状況は違うけれども、いろんな病気やいろんな状態の問題を抱えているお子さんとママがたくさんいるんだっていうことが、ここのお日様キッズに来て初めて分かった、分かることで自分の悲しみや苦しみはそれで減るわけではないんですけれども、自分一人ではなくて、全く自分だけが
大変な思いをしているわけでもない、辛い思いをしているわけでもない。でそういう中でも、うん、いえだからこそそういう大変な中で生きてくれている子どもの、うん、頑張りと それに対する感謝が、ママたちと同じような気持ちを共有できるママたちに会えてこう生まれてきたっていうのが一番大きかったですね。ここでは私たちがママたちとお子さんの、うん、に向き合いますよっていうのをこう前面で出してくれる先生たちがたくさんいるんですね。で初めて、あ、他人にこの子供を、自分の我が子、うん、大変なね、ひと手間かかる我が子、ここにいる間は預けていいんだ、ここにいる間は理解してもらえるんだ、 100% 理解してもらえるんだっていうのがこうすごく安心してさせてもらえた、それも大きいです。お子さんの成長や発達について不安なことや、心配なことがございましたら、まずは気軽にご相談してください。市ホームページでは子ども発達センターの詳細のほか、首が座らず心配、なかなかお座りができない、うまく食事が飲み込めない、友達とうまく遊べないといった子どもの成長や発達に関する代表的な Q&A のコーナーも設けています。ぜひアクセスしてみてください。市からのお知らせです。現在市ではウォームビズ市川2010キャンペーンを行っています。適度な温度設定、湯たんぽを使って寝る、マフラーを身につけるなど、暖房に頼りすぎずに生活するウォームビズに取り組み、環境家計簿を提出した方にエコボポイントを10ポイント申請します。さらに抽選で20人に LED 電球などエコグッズをプレゼント。キャンペーン期間は2月28日までです。環境家計簿の配布と提出先は鬼高2丁目にあるリサイクルプラザ、八幡3丁目アクス元八幡2階にあるボランティア NPO 担当、行徳支所内にあるボランティア NPO 活動センター行徳、南八幡2丁目市役所分庁舎にある環境政策担当です。ぜひ皆さんもキャンペーンにご参加ください。塩浜4丁目ハイタウン塩浜内にある街角健康サロンをご存知ですか。街角健康サロンは市内在住在勤在学の方が気軽に立ち寄れる健康づくりのための施設です。3月26日まではご覧の教室を開いています。どの教室も参加費無料、当日先着順の受付で参加ができます。教室などの実施時間以外は自由時間ですので、気軽にお越しください。イベントの情報です。2月11日建国記念の日、鬼高1丁目にあるメディアパーク市川で英文フェスタ2011が開催されます。昨年10月映像文化センターからデビューした英文合唱団のロビーコンサート、グリーンシアターでの上映会、劇団ひらがなによる舞台公演など、映像文化センターと文学プラザの魅力満載のイベントです。ぜひ足を運んでください。次回の放送予定です。1月29日からは気分ノリノリ病気なしだし市川の食育です。東海小学校で行われた防災給食をリポート、簡単おいしい朝ごはんは節分にちなんだ炊き込みご飯の作り方を紹介します。どうぞお楽しみに。